これが一番最初にライブをやるきっかけになったハイスターの、まあ、Dear My Friend で、そこをなんか俺が思い出すことによって、まあ、みんなもきっとあの動画を見て、あの頃懐かしいな、思い返してもらえたらいいなとも思うし、若い子も何かそことクロスオーバーして、何か思うことがあったらいいなっていうことで作らせてもらった動画で、しかも10代の時に俺トータルファットのしゅんくんと同じクラスで、高校生の時で、文太とも同じ学校で、で健太郎ともノーザンで10代の時から一緒に切磋琢磨やってて、なんかみんなであの気持ちに一旦戻ろうぜと、あの時の感覚でよかったかっていうと、別にお金のこととかもう社会のこととかそういうこと、そういうの全く関係ないし、音楽楽しくてみんなでそうだね飛ぶっていうあの感じが俺やっぱ本当今でもそれが大好きなんですよ。本当だ。南波さんいかがでした？動画も最高っていうかうまいねみんな。最初俺全部あのオケハイスタのやつ使ってんのと思ったもん。家で撮りました、みんなそれぞれ。ケンタロウもねいい感じだしね、シュンも文太もみんな好きなんですよ、やっぱり伝わってきません、あの画面からみんな伝わってくる。感動しちゃって、ライブハウス出てくんじゃん。でライブハウスもう行ったとこばっかりだからですよね。そうなんです。あそこに出てきてないライブハウスもあるじゃないですか。あるね。やっぱライブハウスと共に生きてきたんだなっていうことも僕は感じました。そう、ライブハウスってやっぱこう行けないと自分もやれないし、遊びにも行けない状態になると、どれだけ尊いのかっていうね、どれだけ自分にとって重要な場所だったかってやっぱ改めて、まあ、言ってたし自分でも思ってたけど、それ以上にね思ったね。だから本当これもしなくなっちゃったらめちゃくちゃ困るじゃないですか。なくなっちゃったらダメよ、なくなっちゃダメ。そのための企画だと思って、だからそう、俺もそういう企画立ててくれる人がいるんだったら、もうだったらできることでやるしかないなっていうことで、この収益も全部もうもちろん募金するし。ああそうなんだ、もちろん、素晴らしい、はい。あと思ったのがやっぱライブハウスってものすごい特別な場所だったんだなって思ったのよ。あの自分にとってもアティティード的に特別なのはもちろんなんだけど、あんだけ人が密集して知らない人たちとあんだけもうなんてめちゃめちゃ汗ねまみれながら、もう唾べっちゃべちゃも掛け合いながらさ、あんな集まる場所ってまあみこしの祭りかライブハウスかぐらいで、相当やっぱり特別な場所だったんだな。だからこそいろんなものが生まれてたんだろうなと思って。ライブハウスの一番真逆が今というか、そうそうそう、まあ俺たちにとって本当祭りっつうかすげえ神聖なものだったんだなと思ったし、不要不急って不要って必要ないかって言ったら全然やっぱそんなことなくてね、祭りが必要じゃないわけないしさ、いや人間にはやっぱり祭りごとっつうかそういうものって必要なんだなと思ったしね。よくそのライブハウスに行くと何か生きるエネルギーをいただきますとかっていうことがあると思うんですけど、もちろんその演奏者から何か届く何かもあると思うんですけど、その場で生み出るこの湧き出る何ってそういうものもある気がしますよね、今の話。そうね、ちょっとしたこの動画が、まあ、少しでも1ミリでも光の方向に行けばいい。うん、光という意味でも楽しい、すごい光ってるよ、なんかもう白いよね、もうなんだ、もう光っちゃってるじゃん白く。バンドやろうとか音楽やろうとかっていったなんかそういうきっかけみたいなのってどういうとこなんだなっていうのはちょっと気になるなと思って。きっかけか、俺は高校2年生ぐらいの時にまあバンドに目覚めるわけなんだけど、その時ちょうどパンクロックに出会っちゃってで、クラッシュとか、そう、ジェネレーション X とか、ダムドとか、そういうバンドたちをコピーして、一緒にステージ立ったのが始まりで、新潟の地元のウッディってライブハウスなんだけど、その時にバンド組んでたやつが亡くなっちゃったのね。で、その亡くなっちゃったやつを思って作った曲が、さっきみんながやっててくれてた Dear My Friend なの、実は。そんな大切な曲だったんですね。そうなんだよね。そう、だから、まあ、天国にいるそいつと、まあ、遠くに離れてるみんなっていうか、距離があっても、ね、一緒にいるぜみたいな、そういうテーマなんだよね。元気でいるかいみたいな。あそこから20年経っても俺がここでピックアップして、このタイミングでみんなに伝えたいですって気持ちに単純になったんですよ。あの曲、ディアマイフレンド来るんだと思って、ちょっと嬉しかった、すごく嬉しかった。ありがとうございます。もうライブハウス始まったらみんなでね、がっちりもう集まって、ワイワイしましょう、もうね、はっちゃけようぜって感じで。祭りです、本当に。祭り。じゃあ、南波さん。はい。時間作っていただきましてありがとうございました。マジでありがとう。いや、こちらこそありがとう。あの文太としゅんちゃんとケンタロウありがとう、本当。話ピッキングもうちょっと強い方がいいぜ。よく言われます。ありがとう。ありがとうね、本当に。ありがとうね。パッション。